脇坂安次、脇坂安春は,は、安土桃山時代から、江戸時代にかけての武将、大名。静ヶ岳の七本槍の一人。淡路国洲本藩主。後に、伊予国大須藩初代藩主。辰野藩は木坂家初代。家門は、町がいい。脇坂氏は、大見国東屋在郡脇坂屋に居住し、その土地の中からは木坂と称した。天文23年。 1554年、脇坂安明の長男として、大宮在軍、脇坂将で誕生。はじめ浅井長政に仕えたが、天正元年、1573年の浅井氏、滅亡以後は、織田家に属し、明智光秀の寄り木として、黒以上の戦いなどで功を立てる。丹波の赤鬼と言われた、敵将、赤井直政から武勇を称され、末期に、 下方の天の川の槍賞を配慮した、これ以降、天の川は、脇坂家を暗喩することになる。脇坂安忠の高三賞。しかし、この逸話は、天の川由来期に天末が記されているが、当時の安寺の身分と活躍する内容が合わず、脇坂家の馬印天の川の価値を高めるために、後世に創作されたものと得られる。後に、木下東吉郎に自ら頼み込んで家臣となる。 その後は、張馬国の三木城、関気城攻めなど、秀吉の所戦に従軍して、功を重ねた。天正四年、1576年には百五十国を与えられ、天正六年、1578年の三木城攻めでは、秀吉より城八外門入りの赤炎を賜り、囲碁家門とした。天正年、0年、1582年には、赤士軍三十国の数を受けた。 ただし、赤市軍三十国の数を受けたというのは、秀吉の書状のみからしか伺うことができず、脇坂家父には記述がない。天正十一年、千五百八十三年、静ヶ岳の戦いで、福島正則や加藤清正らと共に活躍し、静ヶ岳の七本槍の一人に数えられ、その先行により山城国に三千国を与えられた。この戦いの折、 柴田勝政を打ち取ったという説がある。小牧、長久手の戦いでは、伊勢国、伊賀国方面で、滝川竹尻の伊賀上野城を攻略するなどの手柄を上げ、天正十三年、1585年5月、秀吉より、摂津国の世軍に1万国を与えられた。8月に大和国高取で2万国、10月には、淡路洲本で3万国を与えられた。その後は、 加藤義明役期吉高らと共に、水軍州の指揮官を務め、九州西伐、小田原西伐や朝鮮出兵などに従軍した。九州西伐では、武全国に到着後、薄木城,城の大友総林のもとに、兵糧米を輸送している。以後、秀吉の命で、黒田義高の指揮下に入っている、天正十五年二月十四日、豊臣秀吉主院城。また、薩摩国の平佐城を、 小西行きながらと共に攻撃会場をさせた。小田原征伐では会場から伊豆国下田城を攻め落とし、小田原城を受け取りの剣士を務めている。文禄の役では1500人の動員を課せられ、当初は選手衆の一人として九州から富山への海上輸送を担当するが後に陸戦兵力として投入された。文禄元年1592年6月に、 半寸近郊の劉ュ氏を守備中に、全羅道観察士の李コなどが率いる朝鮮軍に約5万の大軍により攻撃を受けるが、気を制して野襲を行い改装させた。劉ュ氏戦闘の直後の翌7月には、李春ュによる水軍の活動を抑えるために、加藤義明、久喜義隆と共に急遽連合水軍として編成されるが、 こうを流行って単独で抜けがけした、安路の1500人の水軍は、関山東海戦で、立春神に大敗した。以降は、秀吉の戦術転換命令によって、水陸防御作戦を実施して、立春神の進行を何度も阻んだ。富山宇呂見戦、熊川海戦、第二次、東高宇呂見戦、馬門浦、ら、A 登呂見戦、文禄二年、1593年5月の第二次、 陳治城攻防戦では、工場軍に加わって、陸上兵力、天古院、数九百人としても活躍している。慶長の役では、水軍配置となり千二百人の動員を課せられ、慶長二年、千五百九十七年七月に、戦われた漆川領海戦では進攻してきた、元人氏率いる朝鮮水軍を逆襲により、壊滅させた。 日本軍の進攻作戦が始まると水軍として進撃するが、8月の南原城攻略作戦では陸上兵力として使用された。前週会議に参加した後は再び水軍として、引き続き朝鮮沿岸で活動し明瞭海戦を戦った。第一次ウルサン城の戦いにも加わり加藤清正の救援で武功を挙げる。これら朝鮮における一連の功績から、 淡路ジウで預かっていた大鼓造入地より三千国を加増されて三万三千国の大名となる。秀吉の死後、徳川家康と前田利家が対立。安次は徳川邸に駆けつけた。合図聖伐では家康の下に次男、安元を参陣させようとしたが、石田三成らに妨害され、引き返させた。この際、安次は旧友。 山岡影友を通じ事情を家康に伝え、家康から引き返したことに対して了解を得る一方、戦いに向けて防備を固めるように指示を受けた、慶長五年八月一日案元あて、徳川家康所長。慶長五年、1六百年の関ヶ原の戦いでも、家康に組みするつもりであったが、安次が大阪に滞在していた時に、石田三成が拒兵したため、やむなく、 約千名の兵を率いて西軍に着いたとされる。九月十五日の本戦では、東軍と内通の風文があった、小早川秀明に備えて、くつきもと綱、小川助太郎、赤綱親すらと共に配置されていたが、秀明が黒田長政と通じていたのと同様に、安次もまた、東道高虎より工作を受けており、午後に入り小早川隊が、大谷義継隊を攻撃するとそれに乗じて、 他の三将と共に寝返り、平塚ひろ戸田勝成の両隊を壊滅させた。戦後、石田三成の居城、沢山城攻略にも参加している。同じく寝返った他の三大名と異なり、戦前に通観を明らかにしていたため、裏切り者ではなく、当初からの味方とみなされ、戦後に、家康から所領安堵された。慶長十四年、1609年九月、 イオ呂ス藩五万三千五百国に数を違法された。慶長十九年、1614年からの大阪の陣では、本人は参陣しなかったが、大阪冬の陣の際に、次男、安元が、幕府軍として八丁目口を通し、大阪夏の陣では、天王寺付近での戦闘で先行を挙げた。元長年、1615年に、次男、安元に家督を譲って隠居する。 その後は大須を去って、京都西の当院に住み、提発して、臨床院と申した。寛永三年、1626年8月6日に、京都で死去。去年73年。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。